写真拡大モデルプレスに2019/10/29極楽と、午後、加藤浩次と、29日に結婚を発表したフリーアナウンサーの川田裕美が MC を務める TBS 系情報バラエティ番組この差って何ですか。毎週火曜夜7/10月中旬に行われたスタジオ収録で、加藤が川田アナの結婚発表を予言していた。さらに写真を見る川田裕美アナ、初彼氏エピソードを告白&衝撃の過去も加藤浩次、絶対に近いうちに何か発表するスタジオ収録のやり取りの中で、レギュラーパネラーの上地雄介が川田アナに対して最近色気が増していると指摘。加藤も俺もそう思っていた。これは絶。ついに近いうちに何か発表するぞ、とほのめかし、盛り上がりを見せていた。その時は笑顔ではぐらかしていた川田アナ。今、会の結婚発表を受けて加藤は的中しましたね、と川田アナの結婚を祝福した。加藤浩次、川田裕美アナは別人のように変わって、さらに、ある時から別人のように変わっていって、素敵な人と出会ったんだろうなと僕は確信しました。結婚を心に決めた女性とその前の差を感じるよ。うになったし、女性としての余裕が出てきたの。か、この差って何ですか、のスタジオ回しにも余裕が出てきているように見えて、それで気がついた。と幸せがにじみ出る川田アナの様子を回想。結婚を決めた川田アナへの祝福メッセージをユーモアいっぱいにコメントした加藤は、川田さんの結婚を決めてからの余裕の差を楽しんでいただきたい、とメッセージを締めくくった。モデルプレス編集部、ノットスポンサード記事。